これカチカチですね。そうちょっとまあ今年のウェアも保温性高いとはいえね、実際どうなんでしょうかっていうところが見てください。これいただきます。これ実はですね、うちのね、まあ、さっきちょっとお話ししました、まあ、43ディグリースのブランドマネージャーやってます、まあ沼田大輔さんです。でこれ実はね、なぜここで今みんなで来てるかというと、うん、この今季のウェアの、まあ、縫製ですか、これは縫製ですね。縫製をどれだけ維持できるかとか、黙って体を動かさないで黙った状態でもどれだけ体温、あの保温が維持できるかっていうものをこう調査するために、だからわざわざね、このマイナス20度のまあ室温を体験できるこの場所に来て1時間この状態で、まあ本当にどうなのかっていうのを検証してます。実際今ね、ちょっと見てください、このモニター、まあ、始まって今20分ぐらいですか。あ、消えてます。消える？ちょっと待ってください。実はですね、今あまりの寒さでバッテリーがね、やっぱり分かってたんだけどもすぐ切れちゃってね、カメラのバッテリーが。で今ね、ちょうどもう交換して見てても、これ寒いからバッテリーがね、もうすごい消耗してんのかな、これ。そうですね。いや、なかなかね、これ1時間ここにいるっていうのも厳しいよ。大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ。いや僕らもちょっともう、目がもう見えないんですけど、まあ、はい、真っ白です。もうこれ見て、もうタオルももうこれだし。で、さっきちょっとね、紹介しましたけども、沼田さん、はい、今ちょうどですね、30分経ったかな？マイナス20度の部屋に入って、で、寒くないですか？寒くないけどさ、ずっと立ちっぱなしでしょ？いや、足先来てますね、足先。あ、そうですか。これ一応でも、中メンブレン入ってるやつだから、高いはずなんですけどね。ちなみにこれ、去年とね、中綿やっぱりちょっと変わってます？中綿は一緒、中綿60で一緒なんですけど、今、ルリちゃんとか、他女性スタッフ着せてる方が80で、さらにあったかいんですけど。これ配置は一緒、全部？配置全部一緒です。はい。で、襟の高さとか、そういったところでさらに保温力上がって、ベンチレーションはでかくなってますね。じゃあ去年と今年のやっぱ大きな違いっていうのは、どこですか？この保温性ってこと？保温性自体は、メンズはほとんど変えてないです。まあ動く方々は去年のモデルでも十分暑いとかあったかいって言ってくれてるんで、中には女性がやっぱり寒かったって声とかがあったんで、女性モデルと。実際問題ね、ここまで環境でね、ボードやるっていう人もなかなかいないと思うんだけども、ね、まあアウターとしても着れるからね。普通ボードを冬やる方だったら中にフリースとかインナーダウンとか入れる方多いけど、うちのは逆にファーストレイヤーだけとか、ほんとあったかいんで身軽にしてで滑ってもらおうかな。なるほど。で生地の摩擦抵抗も減るし、まあフリースの重さ分体軽くなるんで、もっと自由にアクションしやすくなるし、ウェアで本来あったかくするっていうのはちょっとえって思うんですけど、逆にそういう中の調節いらなくなるから意外に面白いんじゃないかな。